着いたわ。アリス、無事か？皆さん無事です。どうしたんですか？病人を一箇所に集めてください。すぐに。あ、はい。よし、これで全員だな。セルカ、頼む。お願い。成功したわ。病人たちの技が一瞬で消えました。すごい。これはどうしたことです？体調が嘘のように戻って、朝もなくなって。姉様！セルカ、人前で抱きつくなんてはしたないですよ。よかった、姉様が無事で。死んでしまったらどうしようかと思って。姉様が聖号騎士に連れて行かれたあの日、あの日からアリスは死んだものと思えと言いつけられてきました。でも姉様は帰ってきてくれた。こんな幸せなことはない。だからこの幸せを二度と手放したくない。セルカ、それは違うのです。私にはアリス・ツーベルクとして過ごした記憶がない。今の私は聖号騎士として作られた時に植え付けられたアリス・シンセシス・サーティという別の人格なのです。あなたに姉様などと呼ばれる資格は私にはないのです。たとえ記憶がなくても姉様は姉様です。たとえどれだけ別人と言い張ろうとも、私はあなたのことを姉様と呼び続けます。本当に別人であったとしても関係ありません。なぜならどちらの姉様も大好きだからです。違いなんてないんです。姉様も死んでいません。あなたが魂を受け継いでくれたから。だから戦いに疲れたらいつだって帰ってきてください。あなたの故郷ルーリットの村へ、ずっと帰りを待っていますよ、家族の一人として。セルカ。